シナカルセトはカルシウム受容体作動薬であり、二次性、副甲状腺機能更新症、または副甲状腺癌等に伴う、高カルシウム血症の治療に用いられる。その作用はアロステリックである。商品名、レグパラ。シナカルセトは、末期腎不全における二次性、副甲状腺機能更新症の治療に使用される。また、副甲状腺癌、または、 原発性副甲状腺機能更新症による高カルシウム血症の治療に用いることもできる。米国で2004年3月に承認された後、日本でも2007年10月に異次動石化の二次性副甲状腺機能更新症について承認取得し、2014年2月に副甲状腺がんにおける高カルシウム血症、副甲状腺摘出術不能、または術後再発の原発性、 副甲状腺機能更新症における高カルシウム血症について適応追加2015年2月に在径追加された透析下の末期腎不全に伴う二次性副甲状腺機能更新症の治療においては腎不全による死亡率を改善するものではない副甲状腺摘出術の必要性を減少させるが低カルシウム血症による問題を顕在化させる 添付文書に記載されている重篤な副作用は、低カルシウム血症、血性カルシウム減症、QT 延長、消化管出血、消化管潰瘍、意識レベル低下、一過性意識消失、突然死である。その他、5%以上に発現する副作用は、悪心、嘔吐、胃不快感、食欲不振、腹部傍慢である。 高齢者に投与すると副作用が増加するとされている。小児での安全性を確認する臨床試験が実施されていたが、14歳の患者が死亡したことにより中止された。シナカルセトか両投与時の症状は低カルシウム症状と同じである。シナカルセトは強力なサイプ 2D6 阻害効果を持ち、一部がサイプ 3A4 やサイプ 1A2 で代謝される。 サイプ三 a 四やサイプ一 a 二の阻害効果のある薬剤やサイプ二 d 六で代謝される薬剤を投与されている患者に用いる場合には容量調節が必要である。シナカルセとは日本国内では十十二二点五五ミリグラム、ミリグラム、七十五ミリグラムの錠剤が入手可能である。1日投与量は投与開始時は二十五ミリグラム一回、日から始めて二十五から百ミリグラム。 日まで、または 25mg2 回、日から始めて 25mg2 回、日 75mg4 回、日までの範囲で調節する。薬剤の吸収性の観点から、食後に服用することが望ましい。米国及び、欧州では 30mg、60mg、90mg の錠剤が市販されている。錠剤は、割以上、粉砕したり高校内で崩壊させてはならない。 シナカルセとはカルシウム様の作用を持つ。すなわち、様々な人組織中に存在するカルシウム受容体に対してカルシウムと同様に振る舞う。副甲状腺の主細胞に存在するカルシウム受容体は副甲状腺ホルモンの調節を担っている。シナカルセとは副甲状腺のカルシウム受容体の感受性を更新させ、PTA 治療を減少させることで、 血中 CA2 濃度を低下させる。言い換えれば、受容体の活性がシナカルセトで更新しているので、より少量のカルシウムに反応するようになり、主細胞へのフィードバック指揮値が下がり、PTH が減少するということである。ありがとうございます。